プースカフェとは、カクテルのスタイルの一つ、及び同スタイルに存在する、カクテル名称の一つである。プースカフェとは、コーヒーを押しのけるといった意味であり、食後酒全般をも意味する。よって、プースカフェスタイルのカクテルは、食後酒として飲まれる。なお、プースカフェというスタイルのカクテルの中には、プースカフェという名称のカクテルも存在するため、プースカフェは、カクテルの名称でもある。 プースカフェスタイルのカクテルを作るためには、リキュール、蒸留酒、シロップなどの数種類の比重が異なる飲料を使用する。一番比重の重い液体から順に注いでいき、色の層ができるようにする。熟達した技術が要求される手法であり、バースプーンズ体に液体を注ぐ方法もある。完成したカクテルは、ストローを使って、好みの層から飲んでいく。プースカフェスタイルのカクテルは、 プースカフェグラスという細長いボールに長い足のついたグラスで作ることが推奨される例がある。美しい見た目を評価されるカクテルでレインボーコーデやるとも言われ、昭和初期の日本では五色種の名前で呼ばれていた B-52 プースカフェスタイルのグラスホッパー。ありがとうございます。